毎度フジモンです。今日はですね、このステップワゴンなんですけど、普段足に使ってるんですけどね、こんなホイール履いてるんですよ。で、個人的にはあんまり、形的には、ぶっちゃけタイプじゃないんですけど、たまたまね、昨日、パンクしちゃいまして、そのパンクしたのがもう変えたんですけど、こちらのタイヤ。日券、スリップサイン、タイヤのセンターとか見ると、スリップサインギリギリかなというラインなんですけど、内側がこんな感じで、で、ここが裂けてます。最初ね、パッと見たとき、これもたまたまなんですけど、釘踏んでたんですね。だからこれでパンクしたんかなというふうに思ったんですけど、空気入れてても、後ろのタイヤがパンクしたんで、ちょっと内側って、ハンドル切って見るわけにもいかなくって、車高も低くってなかなか見えなかったんですけど、実際外してみると内側がこんな感じになってました。ということで、交換していこうかなというところで、昨日ちょっと時間が遅かったんで、1本だけ、こういう同じ18インチで、バリヤマのタイヤホイールセットいただきもんなんですけど、あったんで、もうこれ、個人的にもこっちの5本スポークタイプリムあるし、こっちのホイールの方が好みかなというところで、交換したいなということで、もう早速交換していってます。シャコタンの車買ったんで、なかなかちょっとジャッキアップポイントとかも探しながらね、この車の場合このあったんで、そこに上げて、でロックナットついてたんでね、ロックナットのアダプター使って、で外していってます。で下回り見たら結構汚いんで、軽く拭いたりしたりしながら装着していきたいなと思います。で装着できたら、前と全然イメージ変わると思うんで、また完成こんな感じになりましたっていうのでしていきたいと思います。早速、これは後ろ2本目、あと前2本交換します。はい、交換完了しました。で、こうなんていうんですかね、タイヤを外したんですけど、もうこれパンクしたのリアなんですけど、ローテーションしてたんですね、前後ので、これはさっきもこんな感じで破れてしてるんですけど、もう一個の前がこいつなんですね。同じようにこんな感じでスリップサイン出かけです。で、もともとリアに履いてたやつを前にローテーションしてたんですけど、その前に履いてた部分は見事バリヤマ
残ってるんですよ。やっぱり、まあ、ジャッキアップするときもそうだったんですけど、まあ、前エンジンあって前で駆動して、しかも前にあのハンドルで、操作してるんで、やっぱり前の方がよくちびる。まあ、これちょっとローテーションしてたんでなんですけど、前山残ってますけど、まあ、実際前に入ってた時にこういう形ちびの状況が発生して、で結果的にこうリアにやってたんですけどバーストしてっていう形になったんですね。まあ、気づいたのが結構早かったんで、そんなホイールも歪んでなく、まあ、アップガレージでも売りに行こうかなっていうところなんですけど、で交換した状況がこんな感じ、なんかかっこいいね、こんな感じで、まあ、交換できました。そんな見直しもなく、あの地下というと家に入る前がちょっとこんな感じですね。 できましたんで、まあ、もうちょっと磨いて行こうかなと思います。ということで今回以上です。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。